はい、皆さんこんにちは、田野治です。私はですね、今ホスピタルですね、前々から動画上げてますけども、ホスピタルの前にいまして、やっとですね、今ホスピタルから出ることができるようになりました。おかげさまでね、だいぶ回復してまして、実際はですね10日ですね、10日ほど、おりまして、それで、熱がないんで、帰宅していいということを言われております。ただですね、自宅で、約2週間ほど隔離してほしいということで、いずれにしてもね、引き続き、自宅で隔離ということになりまして、医者の方からも、そういう診断書が出ております。ですので、結局合計するともう3週間ですかね、3週間以上、隔離ということになってしまうと思います。はい、ちょうどね、今その隔離の、ホテルの前まで来ました。これでね、どこかお分かりの方ね多いかと思うんですけど、こういうね、感じの、ホテルです。奥にね、ホスピタルって見えると思うんですけど、はい、こういうところに、私は泊まっておりました。じゃあね、はい、じゃあこの辺で一旦ね、切りたいと思います。はい、じゃあご視聴いただきましてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。